次は小林佳代さん、お願いします。はい、はい、びっくりした。りんちゃんがあまりにいいプレゼンだったから、やっば、JA 重なりだよと思って、あ、始めます。はい、もう、あだ名ももと申しますので、ももかよと、下の名前かよなんで、ももかよと呼んでやってください。はい、では、プレゼンの方始めたいと思います。画面の共有していきます。はい、時間が見えない、時間が見えない、時間が見えない、時間。よいしょ、よいしょ、時間が見えない。よいしょ。あ、とですね、私も、立川っていう、東京都の立川市に住んでるんですけれども、そこの JA ですね、私自身が、野菜ソムリエを一時期目指したことがあって、で、その頃、川口に住んでたんですけども、そっちの方であんまり新鮮な野菜が食べられなくって、で、地元の立川の方に帰ってきた方が、すごい、やった、こんなに新鮮な野菜が食べられるって言って、大喜びした場所です。で、立川ってどんなとこよっていう話があって、ちょっとカレーが間違って出ちゃったんですけど、よいしょ。出ない。まあいいや、じゃあ。ちょっと画面が余計なものがいっぱい出てしまって、これを邪魔。よいしょ。失礼いたしました。はい。で、立川ってどんなところって話なんですけれども、ちょうどですね、東京都の真ん中あたりにありまして、で、台地なので、結構畑があるんですね。で、そんなもので、いろんな種類の野菜があります。大規模な、農家さんじゃなくて、小規模の農家さんが多いので、いろんな野菜を試して作られていて、で、例えば立川ウドなんかはですね、名産でして、で、私ここで初めてなんかコリンキーとか、なんかですね、このバターナッツとかですね、あんまり出会わない、野菜を、手に入れてですね、1年間ずっと、一時期は、いろんな見たことない野菜を買っては料理してみるっていう、ことを過ごしておりました。こんな感じで結構畑があります。で、あとですね、私がここのお気に入りなのはこのソフトクリーム東京牛乳っていうのがありまして、これにですね、立川産紅茶を入れたですね、紅茶ソフトっていうのが、もうこれが美味しくって大好きで、で、あとはアイスコーヒーにこの東京牛乳のソフトクリームを入れたやつが、もういつも行くと300円で買えるので、楽しみにしてます。あとですね、ここ養豚場とかもあるんですね。なので、私お気に入りこのヤワトンっていうお肉が、気に入っておりまして、で、スーパーで買うとですね、スライスが非常に薄いんですけれど、都内なんですが、ここの豚はですね、ちゃんとスライスが厚めになっておりまして、これをですね、立川に、東京都内では立川ってもう一軒しかない麹屋さんがございまして、そこの麹を購入してきて、塩麹を作ってこれをつけてですね、そうすると1週間以上楽々持ちますので、1週間以上っていうといつまでだって話もあるんですけど、まあ味わいが出るこれですね、のからまで美味しくいただけるのですね、これもおすすめですということで、意外に東京も美味しい野菜と食べ物があるところがあるよっていうご紹介でした。以上です。ありがとうございました。次は久保浩二さん、お願いします。よろしくお願いします。僕自身は行ったことはないんですけれども、行ってみたいなと思ってご紹介します。今の県名と江戸時代とかの国の名前が両方とも母音がつくっていうところになんか縁があるような県産 で秋田県、昔宇土っていう名前だったんで、秋田県の中には五町というところを紹介したいと思います。調べたり見たりすると、五町っていうのは踊りをすごくこういろんな踊りがあるところで、西もない盆踊りとか、あと船頭番楽、あと、かまいたち美術館というのがこうありますね。で、西もない盆踊りっていうのは、僕ちょっと動画とか見てちょっとびっくりしたんですけど、みんなこう黒ずきんっていうかな、こう顔が見えないんですね。黒い幕をこう顔のところにかけてて、でこういう傘とかをかぶってやるんですけど、阿波踊りとかだったら顔とか見えるんですけど、この鵜子町のこう踊りの傘の場合はこう顔がやっぱり
傘をかぶっても顔が見えないような感じですね。で、手の動きとかのこう見ると、ものすごくこう、どういったらいいかな、こう、繊細で美しくて、ちょっと見て、ちょっと僕、感動しました。そういう、盆踊りが、西村山盆踊りっていうのがあります。あと、町の人に聞いたら、こう踊りで他にありませんかって聞いたら、船頭雁楽っていうのがあって、これが獅子ですね、口のでかい、獅子の、踊りっていうのが、やっぱりその昔から、山伏とか言ったんで、山の民ですね、山の民のそういう、こう、踊りとかを専門にするそう集団が何個かあって、そこで伝わってるような、獅子の踊り、獅子っていうのは、肉にして食べたの全部獅子なんで、必ずしもそのイノシシもあるし、鹿のことでもあるし、この獣全般を指すことだと思うんですけど、獅子にこう、憑依して、こう、踊っていったりするっていうのがあって、これもすごくこう、リズムがすごくこう力強くて、こう、見ると面白そうな感じがします。あと、かまいたち美術館っていうのは、こう、最近できたものだと思うんですが、舞踏家の土方辰巳っていう人の出身が秋田で、その人をこう記念する美術館が鵜児町にあります。で、全然僕知らなかったんですけど、コロナ前にかまいたちの里芸術祭っていうのがあって、かまいたち美術館は古い民家なんですけど、民家の中でこう舞踏したり、こう、外の田んぼの跡とかでこう舞踏したり、こう、雪の中でこう、やったりとか、なんか、すごいところだなっていうのがちょっとあったですよ。ぜひこういうところもちょっと行ってみたいなと思ってます。で、鵜児町の食べ物はやっぱりその西馬内のそばを勧められて、これも僕食べたことはないんですけど、かけそばで冷たいお汁で、冬のかけそばのこの冷たいのを鵜児町の人はこう昔から食べられてるっていう。今なんか特にこう暑いんで美味しいんじゃないかなと思います。で、あとは時間です。お時間です。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。次が吉池拓馬さんお願いします。私も全然準備をしてなくてですね、あれなんですけれども、ちょっと待ってください。私が紹介するのはですね、今日、声入ってますでしょうか。大丈夫そうですか。はい、入ってます。ああ、よかったです。私が行くのはですね、京都にある宮津というところなんですけども、こちらに京都の中でも、あと、海に面しているところですね、日本海に面しているところで、こうやって見てもらうとあれなんですけども、ちょうど船屋といってですね、ちょうど海と船が一体になっているような地域なんですね。でもここから昔は船の家の下から漁師さんが出て、それでですね、いろいろじゃ漁に行ったりだとかをですね、していた町だということなんですけども、ここに昔自分の友達がですね、ちょっと住んでてですね、それでじゃあちょっとこのところに遊び行こうということで最初に行ったんですけども、その時に紹介されたのがですね、日本で一番海に近い酒蔵さんというのがあってですね、今、これも共有できてるかな。海に、今面しているんですけども、この左側の木のボロボロのものがあると思うんですけども、これがもう酒屋さんなんですね。もうこのすぐ脇が酒屋さんで、すぐに船屋さんがあってみたいな感じで、もう今船屋さんのところは皆さん住んではない、うちとしては使ってるんですけども、漁師さんとしてやってるのは本当に数人だっていうような話が伺ってますね。で、そこでですね、僕が行った時はアルバイト代は出ないからご飯を食べさせてくれるっていうことでですね、こんなような形でですね、それこそこれはもうさ、酒屋さんのところの販売をする前のお酒をなんかみんなで鍋の中に突っ込みながらですね、でなおかつじゃあそこの海で取れたお魚をすぐそこで釣ってきたのをさばいてみんなでご飯をいただくみたいなんですね、こういうようなことをやってずっと1週間ぐらい酒屋さんのところで過ごさせてもらった時があったんですけども、ここで、ね、やっぱり皆さんがもしこれから、ね、行くタイミングで どういうことがやったら面白いのかなというとですね、まあ、こう北前船の
来ていたところでもあって、こういうような景色とか歴史っていうのもあるんですけども、実はですね、こんなようなスナックみたいなものであったりだとかですね、コーヒーショップであったりだとかですね、なかなかよくわからないお店が多いっていうのもですね、特徴なので、もちろん多分まあ今コロナとどれぐらい残ってるかとは思うんですけども、こんなようなちょっとしたスナック街、花町みたいな雰囲気のところがあるので、昼間は景色をゆっくり楽しん で夜はちょっと飲みに行くみたいなこともあると思いますし、しっかりお泊まりするんだったら、さっきの船屋のところですかね、あそこが今宿になっているところが結構ありますので、宿にここのところで宿でお泊まりしたりだとか、もしくは ゲストハウスみたいなところに行くと、まあそれこそそれ価格安くいろんなところを回って、じゃあちょっと車でも借りながら、ちょっと冬にあればカニとかも美味しくなるので、カニ食べ行ったりだとかっていうのもなかなかいいんじゃないのかなと思うので、京都の宮津、といいね町をお勧めさせてもらいました。ありがとうございます。ありがとうございました。次が田原正人さん、お願いします。はい、どうもこんにちは。今日はですね、ついこの間まで11年間住んでいたマレーシアのペナン島を紹介させていただきます。まずマレーシアどこなんだってことなんですけども、この黄色いところが日本ですね。で、東南アジアがあって、こうタイがあって、そこからこう半島でこう伸びているのが、マレー半島です。このマレー半島のこう拡大していくとですね、ここにこうクアラルンプールっていう首都があるんですね。でここはマレー系の人たちが多く住んでいて、マレーシアはマレー系と中国系とインド系の、まあ、3つの民族が主に住んでるんですが、こうマレー系とあとその政府系のいろんな行政機関があるところです。で私はここに1年間住んだ後に、このペナン島というところに行きました。これは島になってまして、橋がこう2つあるんですね。で、私が引っ越した10年前にはこの E36 っていう橋しかなくて、ここをですね、大体行って帰ってくると、まあフルマラソンぐらいの距離なので、このペナンの橋で渡るフルマラソンが毎年行われてました。で私も参加しようと思ってですね、申し込んだんですけども、その年からこう新しい橋ができたっていうので、まあ、新しい橋のを使ったフルマラソンにこう変わるっていう話だったんですけども、なんとこの橋が落ちてしまったという事故がありまして、急遽またこっち の古い橋でマラソンしようみたいな感じで、まあ、橋が落ちちゃったりするところがなんかすごいなと思いながらいました。で、この島をですね、この東側が、まあ、工業地帯になっていたりとか、まあ、この辺りにですね、ジョージタウンっていう昔そのイギリス の、その貿易があったところから、まあ、栄えていた町があって、今この辺が世界遺産になってるんですけども、こっちはもうずっと山で、この山のこの左側ですね、この辺がドリアンの産地になっていて、ドリアンを食べることができます。でこのジョージタウンはですね、世界遺産によってどんな町かっていう感じなんですけども、ですね、ちょっと行ってみましょうか。この辺行こうかな。ほい。なんかこういうですね、こんな感じになってます。これお店になってたりとか、こういう自転車に、こう、リアカーみたいになってるっていうのが、お店もあるし、あとは人力車みたいな感じで、観光的になっているところもありますね。こういう感じの、街になってます。で、意外とこの、古い街並みがまだ現在使われていて、お店なんかももう全部やっているっていう感じの、ジョージタウンになってます。はい。で、あとですね、そのドリアンの、ところがですね、この、この辺かな。この辺の山ですかね。この辺の山のところに、いろんなそのドリアンの取れる場所があって、それバリクプラウドリアンとかですね、この辺にドリアンをこう行くことができます。
ちょっとここも拡大してみると時間です。はい。はい、というわけで、みんな一緒にベナンでドリアン食べに行きましょう。終わります。ありがとうございました。次は、久常圭一さん、お願いします。はい。はい、私は、ふるさとのことをね、言ってます。大分県の中津っていうとこなんですけどね。ここは、城下町で10万石なんですけども、小さい町に割にね、偉い人が出ると有名なんですよ。例えば、福沢諭吉ね。それから、黒田官兵衛ね。それから、解体新書の前の良宅とかね、いうことで、結構蘭学の里だったんですね。で、大学のね、作った学長さん結構多いんですよ。慶応の福沢、神戸大学の水島、麗澤大学の広木竹郎ということでね、割とそういう、なんていうかな、勉強する人が多いようなとこじゃないかな、というふうに、僕は、思ってます。それで、場所はですね、ここにね、これ、こう、周防灘なんですね。福岡空港、北九州空港、大分空港、その間にあるということで、ここは、海なんですけども、ここは耶馬渓って有名なとこありますよね、景勝地が。あそこが我々のとこなんですね。で、最近は唐揚げで有名になってるようなんですけどね。中津の唐揚げ。私は子供からほとんどなかったんですけども、そういう町です。で、皆さん、これね、これ読めますか？これ、ハモというの。魚、豊かな魚とか、ハモ。味が良さそうな感じが実はしますよね。で、我々の町に降り立つとね、日本一長いハモの椅子っていうのがあってね、ここで待つんですけども、ハモっていうのは非常にね、1メーターか2メーターぐらいって長いんですよ。でね、この歯がね、ものすごく獰猛なんですよね。それで食いついたら離れないということで、それでハモっていう、食べるというでしょ。あれでハモっていう名前がついたと。そういうふうに言われます。これ、航空業でね、京都なんかで非常に有名な、関西有名なんですけど、中津は非常にね、美味しいんですよ。で、中津の町だとね、大体大大を植えてます、みんな。その大大で、チリ鍋なんかをやる、ハモ鍋をやるということでね、非常に美味しくてね、さっぱりした、味で、大変いいです。で、これがね、ちょっと豪華でしょ、これ。これね、ハモのね、10品。で、ハモ高いんですけどね、中津のこのお店は非常に安くてね、あえとか刺身、湯引き、どぶん蒸し、それから、シューマイ、サラダ、しゃぶしゃぶ、それから、お茶漬けって、全部これ10品あってね、これいくらだと思うんですよ、これ。これね、3000円なんですよ。だから、ちょっとした会食はここでも十分ね、で、僕らも食べるんですけども、帰ると必ずね、家に帰ると必ずハモのチリ鍋でから始まるということなんですよ。ハモって難しくてね、料理が難しいんですよ。で、骨切りってね、どんどんこう、ミリ単位で切っていかないと骨が強いので、まあそういうことで非常に美味しくてね、フグが、うまいって言うけど、フグなんかよりはるかにハモの方がうまいですね。で、もう一つはね、これお昼なんかね、1500円かな。いうことで、ハモの美味しいものが食べられるんですけど、まあ、これは非常に、ね、大事に、しています。で、あ、お時間です。はい、はい、はい。中津の友人に言わせるとね、中津が一番うまいと。どこにもうまいって言ってました。で、お前東京かと。貧しい暮らしをしてるなって一応ね、言われるんですよ。早く帰ってこいって言われるんですけどね。この前、母親が亡くなった時に、毎晩、中津で食べたんですけどね。改めて認識しました。ぜひ、中津に来たら、ハモを食べてください。はい、以上です。ありがとうございました。次は、吉川幸男さん、お願いします。もうちょっと終わったの？はい。松本くん。いや、はい。はい。僕、最後に喋るから。はい。はい、わかりました。はい、すいません。じゃあ、はい、じゃあ、立岡かおるさん、お願いします。はい、じゃあ、私も、ちょっと準備してなかったんですけど、画面共有します。はい。
これはどこでしょうか。すごい鬱蒼とした森なんですけれども、はい、実はこれらは、東京の原宿なんです。原宿駅の本当にすぐ横です。で、原宿にはですね、すぐ横にこの明治神宮があるんですね。で、あの明治神宮の森がもう駅の、あのすぐ横に広がってます。で、最近ね、ずっと鳥居をね、あの入り口の鳥居を工事してたんですけれども、あの鳥居をが新しくなりました。なんでちょっと原宿近辺のことについてご紹介します。で、あの原宿駅のすぐ横にはですね、この美しいあの代々木の体育館ですね、代々木競技場、代々木オリンピックプールとかっても言われてますけど、このあの2つ実はあるんですね。第一体育館と第二体育館とあって、非常に美しいところです。これもすぐ横なんですね。で、代々木駅というのが横にあるんですけど、原宿駅なんですよ。はい。で、大体位置関係を見るとこんな感じです。ここファミリーマート原宿駅って書いてあるんですけど、いわゆる竹下通りですね、若い人がいる。これがあの原宿駅です。でも原宿駅のすぐ横が明治神宮で、めちゃくちゃ広いの分かりますかね。で、明治神宮と代々木公園がくっついてるんですよ。で、明治神宮はもう森だし神域だから入れないところがたくさんあります。だからもうあの、なんか大蛇とかワシとか自生してるらしいんですけどね。代々木公園は普通に入れます。で、その横が、ここがあの、国立競技、あの、代々木の競技場ですね。で、原駅があって、いわゆる、竹下通りがあって、で、実はここのすぐ、竹下通り、あの、若い人で賑わってますけど、すぐ裏にですね、東郷神社があります。あの、東郷さんですね。で、その横がですね、実はあの、この横がですね、あの、渋谷区の中央図書館なんです。なんで、あの、原宿の魅力って、あの、日本最初の、その、文教地区指定ということもあって、あんまり高い建物なければ、古い、あの、風俗的なものもないんですけれども、こんなにですね、実は原宿って緑が多くて、公共設備の図書館もあっても、ここ来ると人いないので、実はとっても暮らしやすいです。で、さらにもうちょっと拡大するとですね、これが国立競技場なんです。国立競技場がこのサイズなので、この神宮の森がどれほど巨大かっていうのがわかるかと思います。国立競技場です。で、実はすぐ横に、神宮球場、ヤクルトをね。で、この横のまっすぐのところがあの有名なイチョウ並木です。で、こんな感じで、実は東京のど真ん中なんですけど、原宿近辺、非常に緑が多くて住みやすいところだということを今日はご紹介しました。以上です。ありがとうございました。